おしゃれ番長ひでこイエーイイエーイこんにちは。渡辺くんもちょっと一緒でね。渡辺くん、こういう曲どう？大人っぽいでしょ。いやもうすごい大人っぽいですね。おしゃれ、いずれこんなのも歌ったらどうかしら。うん、もうぜひ、言ったな。いや本当にやらされますから。本当にお願いしますって言ったじゃないみたいな。今やりなさいよ、残ってるしとか言いながら。証拠あるし、証拠あるし、これ見せようかみたいな、画像見せようかみたいな。歌うまで返さないぐらいの感じだよね。怖いですね。あのいいでしょ、すごいとか好きです。あのなんかサーフィンもすごい、あのできないんですけど。僕のことじゃなくて、渡るくんの世界。すいません、何も言いましょうって。ジャンルが分かんなくてさ、何ミュージックかねって言ってね、サーフミュージック、サーフレゲエミュージックですね。サーフレゲエミュージック、たどり着いたね。たどり着きました、ようやく。サーフミュージック、軽くポップでとかね。オリジナルにしようかなみたいな、うん、オリジナルサーフレゲエミュージック第一人者。いやだー、やだで、ひでこのジプシーバカボンズっていうグループは、はい、バンドはジプシースイング、ジプシースイングスイングかジプシースイングです、うん、基本知ってる、そういうジャンル。いや、俺もさっき初めて聞きましたね、はい、ジャジーな感じもあるし、はい、一言で言うとどう七品りんごさん系ってことですかね。あ、でもそうですよね、なんかちょっとジャズを、そのジプシージャズをベースに自分たちでアレンジしたりとか、全然違うものを取り入れてるから、ちょっとね最初からそのサウンド違いますよ。最初はジャズのスタンダードとかばっかりをやっていて、カバー曲ばっかり、うん、今でも歌うもんね。はい、今でも歌います、うん、でもなんかそれ、まあ、せっかくバンドやってるから、うん、いろいろねアレンジしたりとか自分たちらしいものを作りたいなと思って、うん、いろいろ試行錯誤今に至るっていう。なんかジャンルもさ最初はまあそれで、まあ、渡辺くんでもねスタートしてジャズっぽいものもだんだん入れてったりとか、そしてオリジナルになっていくよね、うんうん、そうですね、きっとそうですよね。ジャズもやってみたら。いや、はい。いやもう。うちのね、父ジャズのミュージシャンだと思う。トランペーターだと。だから、あの息子は血を一応継いでるんだけどね。何にも使ってやりにしないけど。でもジャズでちょっと自分みたいなのがこうちょっと歌い始めたら、うん、まあ、ジャズっぽくじゃないですけど、自分っぽくジャズの音楽で、うん、もしハマれば、全然可能な話だとは思う。そう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 。全部それ、入れるんじゃなくてね、うん、ちょっとそういう要素を入れていったらまた新しいジャンルのね、なんだっけ、サーフレゲエ、オリジナルサーフレゲエ。俺も今わかんなくなっちゃいましたよ。あれさっきから何つってんじゃないの。サーフレゲエ、サーフレゲエ、丸バツ三角、まあだんだんほら垣根なくね、らしい、その人らしいものにきっとなってくるんだと思う。はい、だと思います。じゃあまずちょっと曲紹介しようか。はい、ね、はい、何を紹介しましょうかね今日は。はい、昨年まで、うん、クリスタルレインボークラブでエンディングに使っていただいていた、うん、キャッチミーフユーキャン。いいね、はい、じゃあお願いします。かわいい、これね、本家の夜の番組の時に終わりにすると思います。大丈夫。なんかハワイも音楽のシャワーなんて言ってみんなが聞いたもん。可愛くハワイだな。危険な香り漂わせて僕を引き落として静かに立ち上がる。そうそうそう、言うだけみたいな。今度ご飯食べてこいね。言うだけみたいな。少し違うね、歩くから。
近くは決まってないの？ちょいちょいはあるんですけど、来週ばっかりだよ。お披露目したいんだよ、したいんだよ。そうですね。すごい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 。すげえ最高なこうバイブスですよ。バイブスです。ザッス。だから合わせたかったんですよ。ザッス。もう飲み会には持ってこい。絶対行ってください。テキーラの店。テキーラの店。テキーラ専門の店です。すごいですね。バイブスです。いや違いじゃん。すごいっすよ、ラジオ出て歌ってテキーラ専門でバイトするとか言って、回ってみたいな、ちょっとね、ちょっとねみたいな。そこでも若いっぽいよね。まあでもそうですね。